で、ちょっとマヨネーズ笹森さんから天童さんにお土産です。いいですか、めっちゃ美味しいで、ほんまに。おい大輔チャンネル、札幌駅に戻ってきました。今から、まだ一個も任務やってないんで、オリジナルを歌って拍手をもらって帰ってくるというのを、やってみたいと思います。行ってみましょう。はい、はい、レッツゴー。はい、行きましょう。あの杉尾誠治先生、はい、あの作家の先生で、杉尾と申します、はい、あの浅田あっちゃんのイサリビ、うん、イサリビ、はい、はい、そうです、の作曲の先生です。ありがとうございます。それではもういいんですか。大丈夫です。はい、とりあえずちょっと行こうか。はい、あ、はい、こんにちは。はい、どうも、小野さん、お願いします。もう1年いますんで。あ、はい、あの天童さんから言われてる任務を果たしたいと思います。はい、はい、人前でオリジナル曲を歌って拍手をしてもらうという。歌ってからでいいです。歌ってからお願いします。はい、あ、もうレッスン終わりです。終わりました。なら、ちょっとあの準備、俺のマイク。はい、わかりました、承知しました。はい、あのドッキリ企画、YouTube のドッキリ企画で今から札幌へ行ってきてくださいということで、ほんまびっくりして、そのまま2時間後に飛行機乗ってやってまいりました。だから今からちょっと僕の歌を歌います。はい、はい、今頑張っての歌が、ああ染みるぜっていう歌なんです。はい、知らんよね。大井大輔も知らんよね。まあ、北海道で早く有名になるのかな。はい、ということで、ああ染みるぜ歌いたいと思います。 ありがとうございます。歌う前からありがとうございます。歌い終わったらもう一回お願いします。いきます。聞いてください、命の声を、胸を開いたあのやつだった、俺は儚い流れ物をきっと恨んでいたのだろう。しみるぜしみるぜ、女の涙。ありがとうございます。これで任務一個できたね。はい、できました。ありがとうございます。今ちょっとあの緊張感でドキドキして上がってたから1音ぐらい高く出てました。だからちょっと高くなってましたけど。どんなんやね。さすがです。大井大輔チャンネル。はい、夜ご飯です。楽しみですね。しかも名前が大輔。今回2泊3日で行くということで、天童さんが T シャツを3日分持ってきたんですけど、これを杉尾先生にあの渡して、でないともう荷物が、その荷物が言うたら失礼やけど。まあ、ね、本当にこれちょっと杉尾先生、はい、すいません、これもらってください。ありがとうございます。お願いします。いただきました。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、よかったです。あ、よかった。はい、有効に。そうですよね。はい、有効にね、みんなが喜ぶ。喜ぶ。はい、写真撮ってくれ。それでは、それではです。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。
何年ぶりの再会ですか？そうで言っても3年、2年か。あの天童さんの新歌舞伎座の時に。ああそうだ、だからちょうどコロナあたりだから、うん、3年、2、3年やわ。あの1回途中で中止になったやつやから。ああそうだ、一昨年、去年一昨年、未だ2年です。2年ぶり。あ、その前がじゃあよ、最後までできたのさ、うん、あ、できたやつか。できたやつ。あ、ほんなら3年3年3年ぶりやつ。再開で、その次が途中で終わって、でその次がこの間終わったやつやから。あ、ほんなら3年ぶり。3年ぶりなんですね。はい、3年ぶりで、その前は4年ぐらい前にあっちゃんのディナーショーの時に。もうあれね、5年、5年になりますね。もう5年なの。はい、そうなんや。5年と3年で、その前が多分20年ぐらい追ってたかもしれない。すごいですね。なあ、まあ飲みや。乾杯しません。遠藤君、乾杯しよう。すいません、ありがとうございます。乾杯です、はい、ありがとうございます。撮ってるかこれ、ちゃんと。撮ってます、撮ってます。おい大輔チャンネル、夜もご飯も食べさせていただいて、杉尾先生に、杉尾先生ってもうあの先生やめろ、ちゃん先生やめろ、先生言うたらなんか気持ち悪い言うんで。そう、気持ち悪い。そう、もうせいちゃんで、せいちゃん、はい、兄貴です。人の名前、はい、もう兄貴です、兄貴です。これから札幌来たら兄貴のところでお世話になりたいと思います。はい、それではごちそうさまでした。ありがとうございました。まずこんにちは。はい、札幌で天童さんの T シャツを着て、はい、札幌を見るミッションを取ったと。はい、聞いていかがでしたか？最後笑ってるやん。いやいや、これはあの師弟の絆の深さを感じた時間であろうと思いまして、ね、素敵な時間を、ちょっとアップすぎるんちゃう。近いです。ありがとうございます。OK です。やめてだよね。おい大輔チャンネル、鈴木の三軒目行くね。お兄ちゃん、ありがとうございました。あのお疲れです。もうね、酔っ払って、酔っ払って、あの出来上がってます。ベロンです、はい、もうカメラの遠藤も出来上がってます。出来上がってます。はい、もう本当に今日お世話になります。ありがとうございました。はい、これからも。はい、よろしくお願いします。よろしく一つお願いします。大輔さん、今日兄貴に連れ回されどうでした？いや、めっちゃ楽しかったやん。はい、ほんであの任務も全部も兄貴のおかげで。そうでしたよね、うん、できました本当に。魅力ながら、あとはもう、はい、白い恋人買って帰るだけやから。そう、いやでもその前の第二のルール、兄貴がいなかったら達成できませんね。そう、できへんかった。ほんまに今日は鈴木のはすごい雨ですけど。雨です。はい。はい、ね、おかげで。また、会うの楽しみにしてます。ね、はい。はい。これから末永いお付き合い。はい、よろしくお願いします。くだして、よろしくお願いします。ます。じゃあ今日はこれで。じゃあ帰るで。はい。エンド帰るで。はい、行きましょう。お疲れ様でした。お疲れ。じゃあ雨や。さっき雨。